さて、ビールタイムです。何か適当なお店がないかキョロキョロしながら物色します。観光客向けの通りはこの通りだけのようです。ファイサイは道教圏の県庁所在地なので、もっと本当は大きいので、どっかローカルの人向けの地域があるんだと思います。宿の親父が言ってたような怪しいお店もどっかにあるんだと思います。ここにはないです。結局ピンとくるお店がなかったので、お昼に麺を食べた同じ食堂に来ました。注文したのはサンドイッチです。確かチーズサンドだったと思います。まあ、ビールと合わないことはないのでいいんじゃないでしょうか。一応ラオス名物ですし。いただきます。乾杯。ビアラオはうまいですね。癖がなくて飲みやすい。確かにアジア最強のビールだと思います。サンドイッチはまあ普通ですけど、それなりには美味しいです。こういったお店は欧米人を相手にしているせいか、屋台で売ってるような独特の癖のあるソースとかは使ってないですね。マスタードで味変です。まあ、タイとかカンボジア、ラオスの人はあまりからし関係は使わないですね。中華料理でもからしは少ないと思います。ですからこうやってからしが出てくるとこういう時は嬉しいですね。お店はちょっと古めかしい感じです。ビール2本目です。1本はあっという間になくなってしまいました。乾杯。時刻は7時前です。2本目もなくなってしまいました。さすがにここで3本はやめた方がいいでしょう。ということで食事です。お昼も頼んだパオティアです。マナオです。たっぷり絞ります。
タイで食べるカオピアップはちょっとトロトロのつゆが多いんですが、ここのはサラサラですね。粉は煮込んでないんでしょう、一緒に。私は家で作るときは打ち粉も一緒に煮込むのでトロトロになります。これは多分タイのガピだと思います。エビ味噌ですね。インゲンは硬いのでこれをつけて生でボリボリ食ってましたね、現地の人は。ということでごちそうさまでした。夜の街に繰り出しますと言いたいところですが、特に何もないのでちょっとブラブラしてからホテルへ戻ることにします。何もないですね。開いているのは飲食店とホテル、ゲストハウスぐらいなものです。右手が泊まっているホテルです。こちら曲がった方へ行くとなんかありそうな雰囲気があるんですが、明日朝早いのでやめておきます。結局ホテルの隣のバーハウで飲むことにしました。ビアラオがずらっと並んでいます。カールスバーグもありますね。これはビアラオの工場が作っているやつだと思います。ビアラオのブラック、一番下のゴールドですね。あとさっきあったのがホワイト。2本目はカールスバーグにしました。カールスバーグも癖がなく飲みやすいので好きなんですが、最近タイでは見ないですね。撤退したんでしょうか。ビアラオはこんなおしゃれなグラスを出してるんですね。こういうのを飲むとビールが一層美味しく感じます。先ほど大瓶2本、ここで小瓶を2本、お昼に1本飲んでるんで大瓶3本半分になります。これ以上飲むとちょっとまた明日に差し支えあるといけないのでやめておきます。ロシアの国旗ですね。さすがラオス社会主義国ですね。このお店、隣が有名なホステルなんで、もう少し欧米人が騒いでるのかなと思いましたが、この日はいませんでした。まだあまり観光客が戻ってきてないんでしょうか。さて、10時回ったので帰ります。斜め向かいに何やら怪しいマッサージが。さて、いよいよ明日はスローボートで出発です。ホテルで寝ます。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。